おーし。おお、行っちゃう行っちゃう。あー、水草入っちゃったかな。あ、抜けた。入った。よし。よし。これはなんか綺麗だ。真っ赤。40ぐらいあるな。うん。太いし。うわ。これは綺麗な魚だ。銀白色に鮮やかな虹色の帯が美しいシルバークリークのレインボー。アベレージはそれほど大きくありませんが、魚のコンディションは抜群です。シルバークリークではハッチの状況が目まぐるしく変わります。どの時点がハッチのピークで、どこでそれが変わるのか、その移り変わりを判断するのは困難なことです。目で確認できる流下の様子だけでは、川の中で実際に起こっていることをなかなか見抜けないからです。よし。フックが20番だから、20番のカリエルキアカリス、18インチだね。45ぐらいはあるでしょう。20番のエルキアカリス、やっぱり夕方になってカリスが飛び始めて、ライズフォームが少し大きくなって、バッチリですね。ハッチの状況を見極めるためには、まずライズフォームとライズの位置の微妙な変化に注意してみることです。そして魚がどのステージを流れるものを捕食しているのか、それをじっくりと観察して流下物と照らし合わせた上で使うべきフライを選択します。わからんちゃ、まだ PMD じゃないのかな。入ってるぞ入ってるぞ入ってるぞ。魚たちの食べているものが変わるとき、捕食動作も変わってきます。例えばメイフライの段からカディスのイマージャーやアダルトに変化するとき、ライズフォームは全般的に大きくなって、やや流速のある場所へと移動するのが普通です。それは一般的にカディスの方が動きが敏速なためで、魚たちもそれに合わせる必要があるからです。こうした傾向は捕食物のサイズなどによっても変わってきます。よし。ヒットフライはエルクヘアカディスの20番。フックサイズが小さいとき、魚と引っ張り合うのは禁物です。シルバークリークの魚はサイズの割に引きが強烈ですから、特にこの点に注意しなければなりません。この時魚たちが食べていたのは、どうやら20番より小さいスティルボーンのカディスが中心だったようです。
この目立たぬ小さな捕食物にごまかされ PMD なのではないかという意識から逃れられなかったため、結果を出すまでに時間がかかってしまったのです。今日の場合はPMD がもう昨日の半分以下3分の1ぐらいしか羽化量がなくて、で、まあ、流化していく段を小さい魚は食べてるんですけれども、大きいのは何かもっとずっと目立たないものを食べてるようなライズばかりなんですよね。で、まあ、さっきもライズの始まりに釣ったやつが、20番のエロケアカディスだったんですけれども、まあ、いろいろそれから、いろんなフライをもうそうですね10種類ぐらい交換して、で結局また、最初のエルクヘアカディスの20番に戻ったんですけれどもね。